もいろんなところから応募がありました。誰が集まったのかね、ちょっと聞きたいと思います。西方法は東京大学の三上です。パパになるとかやめてくださいね。最近若手君に出会ってはいはいはい、アプリフィッになって中央東方系と日大と熊沢カネさんで電話して。わかりました。当然、はい、オーディション毎回何やってるんですね。来た、こんなに遅れてきた。そうだよ、ということで、さて、やってまいりました。1年経って、はい、またもう新メンバーオーディションですけど、まあ、同じ場所で同じように3人だけが来ましたけど、はい、多分1人はおそらく来ないだろうなと思うので、来ないで、ここにもいろんなところから応募がありました。中国の方が応募してきたりとか、北海道の方が応募してきたりとか、出るか全然、はい、私北海道です、いや無理決まってるだろうっていう形で、はい、一体誰が集まったのかね、ちょっと聞きたいと思います。はい、頑張ってやってもらうというか、まあパパになるとこはやめてくださいね、絶対に、はい、それがないようにお願いします。さあ、ではそれぞれ誰なのかを、私も知らないですから、それぞれツイッターでやり取りした誰なのかを聞いておりませんので、じゃあちょっと紹介していってください。はい、早坂圭です。はい、で志望校は東京大学の理科二類です。そうなんだ、東大なんだ。はいはい、で最終学歴は高校中退です。うお、あ、じゃあもうあれですね、高卒認定取得済みです。はいはいはい、はいはい、なるほど。で今まで受験したのは、受験歴はないです。あ、ないんだ。ないです。あ、一回もやったことないんだ。ないです。なるほど。え、いつ高卒認定取ったの。高卒認定取ったの高校2年で1学期に中退してるので、はいはい、その後勉強して、で10月くらいに取って、はいはい、去年の、いや高校2年の時の。あ、高校2年の。でそっからはまあ勉強しないで、はい、でバイトとかをして、うん、でなんか大きいことを成し遂げたいなと思って、うん、で漠然と目標を持って、まあ、バイト辞めたはいいものの、対して何しようか決めずに見切り発車で行っちゃって、うん、でその時に3月の10日のたわしさんの合格発表を見て、はいはいはい、でこう頑張った人の涙ってなんかこうかっこいいんだなと思って、ほうほうほう、じゃあ自分もこう大学、一番の大学目指して、はいはい、ちょっと本気でやってみようかなと思って。なるほど。え、模試とか全然受けたことない。受けたことないです。へぇ、ゼロから東大か。なるほど、珍しいパターンだな。え、それと別に予備校とかも行ってない。行ってないです。へぇ、じゃあ完全なる独学でどうなるかってことですね。はい、はい、じゃあ、次です。はい、はい、横山です。はい、で、まあ今今年21で、ほうほう、まあ実質3の、うん、で高校を辞めて、はい、もう辞める人たちだね。また新しく入って、うん、で去年卒業しました。あ、高校もう一回入ったわけですね。あ、そうです。それで卒業して、先生のところ入って、もう一回、うん、高校生やって、うん、まあ、その時は全然受験とか何も考えず、うん、ひたすらバイトして、ほうほう、まあ高卒かなと思って、うん、そのまま働くのかな。うん、って思ったんですけど、まあ、次第に若手 TV に出会って、はいはいはい、学歴中になって、いやもう、はい、あのチャンネルね、はい。で、いや、受験した方がいいなっていう。ほぉ、なるほど。で、志望校は、まあ、総系。うん。文系とか理系ですか。あ、文系です。はいはいはい。で、もう、入れればどこでもいいかなっていう。え、去年はどういう受験をした。去年は早稲田と同志社。あ、早稲田と同志社。全然欲しい。うんうんうん、で、政経は受かったみたいな。ああ、はいはい。学部はどこ。学部は経済。え、同志社の。あ、同志社は。あ、じゃあ受かったのがね、政経の。同志社は社学と、はい、あとは経済、うんうん、で、早稲田。早稲田は人科と教育、社学です。はいはいはい。なるほど。あ、社学じゃない、ね。小、うんうん。え、勉強はどうやってやってたんですか。勉強は1年間やってましたね。ああ、なるほど。使っていいのかな。まあいいや、じゃあ塾は行ってたわけですね。そうですね。はいはいはい。なるほど。そういう感じでやってたって感じですね。で、まあまあ整形ぐらいまでは届いたけどっていう形ですね。はい、了解です。はい、そして、はい、え、なんかこれ、名前は。いや、別に偽名でいいよ。あ、ほんとか、じゃあ、篠之目です。え篠之目はい、東に雲で。そうです、はい、自分はすごい偏差値の低い高校出身で、はい、この間は卒業したんですけど、はい、
その去年の8月ぐらいから受験勉強を始めて、うん、それまでの僕の人生って本当にその何をやってもダメみたいな感じで、その今まで人生で成功体験みたいなものがなかったんですよ、はいはい、でそのなんかこのままじゃダメだなっていうのは本心に思ってたんですけど、うん、でもそこで受験勉強をやってみようと思って、うん、で受験勉強を去年やってみたんですよ。中央と法政と日大と駒沢を去年やってたんですけど、うん、でもやっぱりその落ちちゃったんですけど、この経験、受験勉強をした中でのこの経験ってすごい周りの見る目も変わったし、うん、その僕の中でのその心とかその気持ちの向き合い方みたいなのも変わって、でもその落ちちゃったわけなんで、その親とかはやっぱり反対してるんですよ、その浪人するみたいな。浪人をね、はい、でこの僕のこのどうしてもなんかこの人生を変える瞬間みたいなのを体験できて、それが忘れられなくて、うん、どうしても諦めたくないので、この森手さんのここに応募させていただきました。はい、了解としました。はい、まあ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 、まだ皆様のね応募してきた中でもまあまだまともに会話ができたなっていう、完璧じゃないですけど多いみたいなのあったけど、はい、まあちゃんとねこう書いてきてね、経歴こうでみたいな書いてきてくれたんで、はい、わかりました。で当然、はい、オーディション毎回何やってくってますね。テスト、はい、協定、何やる、協定、協定ではありません。そんなね、みんながね、予測できるようなものを用意するわけがないですね、僕がね。はい。それは、上行くに決まってるんで、予想の。はい。なんで、まあ、やってもらおうと思いますしますね。はい。問題自体もありますから。今回やってもらうのは、学習院の問題です。はい。まあ、いわゆる、マーチのレベル、G マーチと呼ばれるものの基礎っていう感じになりますね。はい。まあ来て4人だと思ったんで、はい、5枚だけ。さあそうですね、表裏ありますので、では解けるのかやってもらいたいと思います。やります。そんな問題数ないですから、ここからあの協定みたいな長い時間を言いませんので、やってみてください。はい、来た。僕こんなに遅れてきた。誰だか知っとかないといけないんで、順序がおかしくなっちゃう。あのもうみんな自己紹介やったんで、喋って。あ、はい、こんにちは。カズコです。カズコ、そうそうの旧姓を借りる。それどうでもいいわ。そうの別にいい。カズコのね、はい。で、高校2年生の時に高校を中退して、はい、3人中退しましたね。もう3人中退しました。はい、で、はい、でそれから勉強はしてなくて、でも一応共通テスト3教国数 A だけと、大学いくつか受けて、うん、今合格しました。ああ、なるほど。何学部？学部で、うんうんうん、受けた後に埼玉キャンパスだってしちゃって、無理埼玉行ってってこと？そうです。おおおお、はい、目指す目標は、はい、が決まってなくて。ああ、どこを目指すかも決まってないってことですね。え、行きたいとかないの？わかんないです。え、あ、もう全然ない。文系理系とか？あ、文系です。でも社会をやってきてないから、あ、どうしようっていう。どうしよう。2教科で社会をみたいにやるってこと、それは大変だと思いますけど、まあ、狭まっちゃうんで。はい、わかりました。お笑い好きってことです。空気階段。はい、はい、そう、空気階段だなと思った。はい、ということですね。じゃあ、まあ、どれぐらいのレベルだったのか見てみましょう。皆様の結果をですね。Tom's mother is なんとか up with his bad grades というので、はい、これはどうでしょう。なんとか、聞いたことあるな。コメント欄のコメントを読まないようにという感じでした。さあ、何問できましたか。視聴者の皆さん、これが受験した人たちですよ。はい。